近本当に多いわよね。若者に文句を言う大人、ちょっと落ち着いてる人がいると、まあ、全く悟り世代だとかさ、ちょっとシャイな人たちがいるとインターネットやスマホの依存だとかさ、ね、ちょっと仕事を辞めた人がいると、もう今の若者はもうすぐ仕事を辞めるだとかさ、もうほっとそういうのばっか。いや、みんながイライラする気持ちわかるわよ。だって雪男の私でさえ、え、それどういうことって思うこともあるわよ、そりゃ。でもそういう時私は一回立ち止まる。それでね、自問するの、自分に。え、私本当に許せない？え、どうなの私、え、どうなの、え、え、え、自問するの一回。その時間持つの大事だよ。で、まあ昨日ちょっと寝ないで自分なりに考えてみたの。結果、私無垢京子はみんなを、よろす、あ、違った、よろす、よろします。みんながイライラする気持ちもわかるの。でもそこは私に免じて許してあげてね。それでも許せないって人がいても私は許す、許す、私は許したよ。無垢京子はみんなを許した、それだけは信じて。はい、この話もうこれで終わり。